なんだこの安心感は。はい、はい、今クリスが冒頭、ヘッドギアを装着したんですけれども、はい、まあ、あの最新のヘッドギアということで、はい、ですね、まあ、このクリス、あのヘッドギアを装着することですね、今ご覧いただいているような、左側、皆さん向かって左側の下この数字がですね、今現在の、空気の状態になってます。で、下の、なみなみしてるやつ、動いてるやつ、心電図的なやつ、心電図的なやつ、はい、体力的ないつもの感じということでいいですかね、はい、ファインってなってますから、ファインですね今、はい。で、右下の、この数字がですね、弾薬数ですね、はい、残弾数がここに表示される形になってます。はい、はい、じゃあちょっとこの、まあ、中央空洞をちょっとぐるりと見ていきたいと思うんですけれども、はい、はい、ここがですね、あの本編でも登場した、うんうん、あの、廃校のさらに奥、はい、あ、ちょっと違う場所なんですね。そうですね、はい、新エリアになってます。はい、でノットアヒーローはですね、ここをハブとしてですね、まあ、いろんなエリアに行って、うん、まあ、さまざまなこうミッションを達成していくと、はい、でこの、まあ、クリスのメインミッションは、まあ、ある人物の確保なんですけど、はい、同時にですね、BSAA の隊員が、行方不明になってます。ですので、まあ、その、隊員を助け出すというのも、まあ、クリスに与えられた指令になってます。はい、はい、はい、じゃあここちょっとライティングがいいので、はい、ちょっと、まあ、実際どんな武器かっていうのをお見せしたいと思います。まずこれがですね、ハンドガン、はい、アルバート W モデル01です。オッケー、はい、これすでにね、東京マルシさんから4月に、はい、完全、限定、生産として、エアモデルガンの方は発売日なんですけれども、はい、はい、まあ、非常にね、こう精巧なモデリングで、はい、結構特徴的な形してますね。そうですね、バレルがすごい長い、はい、さあ、そしてその他に、はい、はい、はい、こちら、これがトールハマーです。はい、ショットガンです。で、青木さんを持っていただいた重かったやつですね。まあ、こちら、丸井さんとのコラボ初のショットガンということで、はい、まあ、かなりこう攻撃力が期待できる、そうですね、重火器となってます。いや、これ抱えて走りたいですもん、絶対重いけど。筋トレみたいな、ね、5キロ近く、はい、あとこちらがですね、グレネード、はい、投擲グレネード、まあ、今回 X7 ね、初めてですよ ね、爆発系武器、はい、爆発系で、はい、はい、で、あとはですね、はい、こちらサバイバルナイフですね、はい、これはまあクリス専用の、まあ、まあ、こんな感じですね、まあ、さすがに慣れたもんですよね。おう、もう、おう、はい、もう E さんの時とは全然違う、この安心感がありますね。なんだろうこれ、はい、はい、武器も全部あるし、はい、もうちょっと進んでみたいと思います。はい、お願いします。まあ、ちょっとこう奥に異様ななんかね、なんかありそうですね、丸いものがあって、手前に装置があって、うんうん、ここになんかエンブレルエンブレムっぽいものがあって、うん、はい、ね、これ誰の仕業でしょう、誰だろうな、誰だろうな、ね、誰だろうな、はい、ここ拠点にしてやってたやついると思うんだけどな、ね、誰だっけなっていう、もうその人物を確保するために、じゃあ今日は赤いシャッターに入っていきたいと思います。せっかくだから、はい、はい、せっかくだから、はい、言っていただいてありがとうございます。はい、お、なんか白っぽいですね。ね、ちょっとあの本編の、ね、花瓶は黒かったんで、黒かった気がしますけど、はい、ちょっと侵食が進んでるような感じですね、うんうん、なんでもしかするとこのノットアヒーローの敵もですね、本編のモールデと比べるともしかしたらね、強力になってるのかもしれないですね。あ、左が気になります。はい、お、あ、こい、ここか。 You okay in there? Redfield? Don't worry, I'm gonna find a key to this thing and get you out of there。だいぶあれな感じですけど、はい、大丈夫なんでしょうか。ね、捕らえられてる、まあね、ちょっと救助してあげたいんですが鍵がないんで、はい、鍵取りに行きたいと思います。そういう探索要素もノットアヒーローはきっちり入ってるんですね、はい、はい、単にアクション要素が強いだけじゃなくて、やっぱり本編にもあったちゃんと謎解きとか、はい、アイテム管理、そういった要素 もちろん入っておりますので、うんうんうん、そこはご安心ください。ね、だからグローブとかもすっごいかっこいいですもんね。ね、はい、
さすが。もうプロフェッショナルですから、身につけてるものも、身につけてるものもプロフェッショナル、普段普通の人と違う、はい、だって初期装備で武器2丁っていうのはすごいですよね。確かに。はい、はい、お、じゃあここがですね、上の階層になりますね。はい、はい、そろそろ、ね、そろそろじゃないかなって、はい、ゲーマーの勘がうずくづいてますか。そろそろじゃねえかって、ほらほらほら、こんぐらいですよ。さすがです。久しぶりに会った人も、あ、パンチ一撃ですよ。つえーつえー、さすがクリス。つえちょっとここでもう見てるお客さんも笑っちゃうぐらいなね、グレネードパンチですが、絶対笑いが出るなと思って。これはプロだ。はぁ、安心感がすごい。でこの近距離の敵がですね、はい、殴ってきたらですね、殴り返してる。ごめんなさい、殴ってきたらというか攻撃してたですね、あの今ジャストガード、ジャストガード、うまくいきましたね。ジャストガードしたんですね、今、はい、敵の攻撃を払いのけてですね、あの一撃で倒すことができます。あ、また出てきた。こんなに出てきたらイーさんだったら割とビビりましたけど、ね、そうですよね。やばいやばいみたいな、はい、でまあ、例えばですけど足を打って這わせたところをもしかして、ストンプ、あ、はい、ストンプ、こんな感じで、はい、慈悲もない、なんという、お、また来た、あ、来た、はい、まだいる。なんかこういう形で照準をちゃんと狙ってですね、まあ、ヘイトショットやったりですとか、はい、はい、まあ、近距離でもね結構、はい、強力に、なんていうんでしょう、もう爽快感ある、はい、アクションが楽しめる内容になってます。出た出た、えいな、もう笑いが起こってますよ。笑っちゃうぐらい、はい、いうことだ。動的ですね。ああ、お、人間アピール、はい、人間アピール人間ですからクリスは人だよっていうのが、はい、これでおそらくですね、はい、モールデと一掃できたと。なんか上にありますよね、カゴっていうか、なんていうか、ぶら下がってるやつ。あ、ね、はい、あれが気になります。何がいるんだ、あれ。なんかこう鍵だ。あ、鍵っていうことは、ここにね、さっきのここにあれかな、クランクがあるんで、うん、はい、はい、20年回し続けてきたクランク、そうですね、はい、最新作でも登場も、はい、もうここでも回しちゃいましょう。いや、プロだやっぱ、はい、お願いします。これで鍵が取れる。なんか出てます ね、はい、なんか、お、なんか、ね、どっから来た、湧いてきましたよね。煙が出てます。お、強そうですけど、なんかいつもと違う感じの人ですね。おお、やばいやばい、ちょっとね、さすがのクリスでも新型ちょっと食らいました。黄色くなってる。ああ、なんか、あ、攻撃無効ですね。はい、じゃあ今日のゲームプレイはここ。I'm in the mine. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before we lost contact. How many men did we lose? 3 of our best. Their last transmission was near a lab that should be just ahead. I'm going to need you to check it out. Got it. What is that? It's huge. A shield machine.But the mine has been abandoned for some time. Someone there? You okay in there? Redfield? Don't worry. I'm gonna find a key to this thing and get you out of there.
tell me what I'm looking at. I have no idea. It's something new. Exercise extreme caution. Just another monster.